産業連関表は産業ごとの生産、販売等の取引額を行列形式にした指標。英語の頭文字をとって IO 表とも。アメリカの経済学者であるワシリー・レオンチェフが1936年にアメリカを対象として作成したものが最初である。一般均衡理論を現実の経済に適用しようとする試みであり、レオンチェフ自身によれば、 カール・マルクスの再生産標識から着想したとされる。在、サービスといった産業ごとの生産構造、販売構造を見ることができ、経済構造の把握、生産波及効果の計算などに利用される。アメリカをはじめ世界各国で作成されており、日本では総務省が中心となり、各省庁共同で5年ごとに作成されている通称産業省がそれぞれ独自に作成。 産業連関表を使用した分析例としては、例えば公共事業として税金を使いダムを建設すると建設業の売り上げが増える。さらにダムの材料や機械などを消費することによってこれらの産業の売上と引いては利益が増える。利益を得た産業の従業員の給与も上がるから従業員がお金を使い消費も増えるといったような分析もできる。そうした意味で、 産業連関表は経済全体像を網羅しているものでもある。産業連関表は渦のような行列構造となっている。なお、祖父家価値額と最終需要の間にはという関係がある。産業連関表の構造については総務省の産業連関表の仕組みも参照されたい。産業連関表を利用して、 あるイベントが起こったことによる経済効果を推定することができる。ありがとうございます。